んばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。さて、今回泊まる宿はこちらセブンガーデンです。実は、あっちの方の通りが、浅草雷門の、仲見世通りなんですけども、もうそこから1本外れた、こちらの通りのすぐ、近くにある、ホステルです、そこはね、1階にカフェ、おしゃれなはい、ということでお部屋の方にやってきました。まず目に留まったのが、こちらの壁の方に貼ってある、メッセージカードというか、メッセージですね。随分と長いなと思ったんですけども、ちょっと読んでみたいと思います。親愛なるゲストの皆様へ、この度はセブンガーデンにお越しいただきありがとうございます。セブンガーデンは浅草にある小さな古い建物をリノベーションして作られた小さなホステルです。そのためエレベーターがなくご不便をおかけします。ここは2階ですけど、2階ぐらいならいいですけどね、多分この上もあるでしょうから。お荷物は持って上がってくださりありがとうございました。ご協力本当に感謝いたします。そうなんですよね。確かにロビーが働いてるゲストハウスもエレベーターがないんですよ。そう結構ね、重たい、キャリーケース持って来られるゲストの方もいるんでね、もちろん手伝ったりはするんですけども、大変だなって、感じてるところですけど、部屋にね、こういうことを書いてくださって本当になんかいいなってすごい心から思いました。本当に。さて、もしかするとお部屋が少し狭く感じるかもしれません。まさにいや、ちょっとね、ということで早速、読んでる途中ですが、部屋の広さを測っていきましょうか。そう狭いんだよ。今あぐらかいてる状態で、姿勢を正すとこんな風になるんですよね。だから高さは20、40、60、80cmもないですね。一般的なバンクベッド、カプセルホテルと比べてやっぱ高さが結構ないです。幅はね、多分 1m ぐらいあると思う。200、800、なんならちょっとワイドで、なぜ狭いかというと、読みますね。心地よい眠りを作るためにシモンズベッドを採用したことで、通常使われるマットレスよりずっと高さがあるからです。そうなんですよね。こちらセブンガーデンさんでは、シモンズベッドを採用しているということで、かなり、肉厚でございます。待って、すごい、本当にめちゃくちゃ肉厚です。いや、これは快眠間違いないでしょうね。寝起きに体が痛むなんてことなく、元気に旅を楽しんでほしいと思っております。また少し室内が暗いのも、静かに眠りにつきやすくしていただきたいからです。なるほどね。もし読書やスマホを座って見ていたいなと思われた時には、1階のウェルにいらしてください。そうなんですよね。今回ですね、ちょっとだいぶ暗くなっちゃった。はい、ウェルカムドリンクチケットをいただきました。今回ロビーが予約したプランはですね、朝食付きのプランなんですけど、多分このウェルカムドリンクチケットは皆さんもらえるはずで、今回の1泊の料金、最初に出しておきます。それがこちら、朝食付きで3420円ですね。朝食がなかったらもうちょい1000円ぐらい安いです。ということで、ちょっとだけね、ルームツアーの方をしていきましょう。枕ですね。あらかじめ、枕カバーとシーツはしてありましたと。で、部屋は、台が1段と2段とあって、上の方にはセキュリティボックスが1つあります。それからこちら側には、USB の充電ポートが2箇所とコンセント1箇所、こっちですね、電源スイッチ。さて副音声のロビーでございます。おはようございます。立ち上げて朝になりましたね。朝食の方が併設しているこのカフェでいただけるようです。フレンチトースト730円、ドリンクバー付きということで、手前からオレンジジュース、グレープフルーツジュース、紅茶にコーヒー、こちら全部飲み放題でございます。店内はこんな感じ。なんともおしゃれですよね。ちゃんとソファー席までで、フロントの前にはこういったねボードがありました。世界中からゲストが来ているようです。さてやってきました。フレンチトースト朝食、めちゃくちゃうまそう。ちゃんと野菜もついてる、嬉しいですね。コーヒーもいただいて、ナイフとフォークでもうね超柔らかいの、もうしな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 っていう表現がいいかわかんないけど、これでいただきます。パクッ。あのねめちゃくちゃうまかった。いや本当に美味しかったっていう顔これ最近増えてきましたよね。ホステルにこうしたカフェやレストランが併設しているところ、皆さんのおすすめあったらぜひ教えてください。コメント欄でね。はい、ということで今回の宿いかがだったでしょうか。朝食がねめちゃくちゃ美味しかったです。でもちろんシモンズ製のベッドだったのでね、寝心地も最高でした。実はここのホステルでは個室もありまして、結構ね個室がねおすすめです。ロビー的には泊まってないんですけど、写真見た限りでは結構いいなと思いました。結構ね女子会とかなんかこういうところでやってもいいのかなっていう風に思いましたけどねこの1階のカフェがね結構ねおしゃれなんですよね。ここは浅草、もうほんと雷門から近いところにあるんで、フラッとここのカフェに寄るのもとってもいいんじゃないでしょうか。結構女子向けのこうホステルかなっていう感じがします。おしゃれでねコジーというか、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた。